鬼滅の刃、柱コラボが始まったみたい。ガチャ引いてみよう。京次郎さんの眉毛を飛ばしてくっつける。なんじゃこりゃ。眉毛がくっついて回転して卵が出てきた。気持ち悪い。果たして誰が出るかなーって鬼殺隊か。これは外れだな。次はいいの出るかな。また鬼殺隊かよ。外れがしょぼすぎだな。次こそ柱ってたけしかよ。なぜたけしが出てくんだ。外ればっかりだぞ。ってこれは茶柱？柱コラボってそういう柱なの？やばいガチャ引いちゃったかなーって。また鬼殺隊かよ。どんだけ鬼殺隊出てくんだよ。続いては鱗滝さん。これが今のとこ当たり。鱗滝さんが当たりってどんなガチャだよ。次は何かなーって。こいつカツラだったのかよ。今回鬼殺隊コラボなのか。そろそろいいの出てってカツラかぶってるよ。ハゲが恥ずかしかったのかよ。全然いいキャラ出ないってカラスかよ。脇役ばっかりじゃないか。これでラストだってたけしかよ。たけしが出てくる意味がわからない。こうなりゃもう10連行ってみよう。何が出るって結局鬼殺隊。やっぱり10連しなきゃよかったか。そろそろいいの出てもいいはずって変な髪型。こんな変わった鬼殺隊いないだろう。続いてはなんだこれ。もしかしてサイコロステーキ。せめてサイコロステーキ先輩出てくれ。全然いいキャラ出ないってまたたけしかよ。なぜこんなにたけしが出る。そろそろまともなのってまたたけしかよ。義勇さんの格好したたけしかよ。柱コラボしたたけしなんていらないよ。もう嫌になってきたってまたたけしかよ。今度は京次郎さんたけしかよ。今度はおばないたけしかよ。なぜこんなにもたけしが柱とコラボしてんだよ。もうたけしいらないってヘビだけ。おばないさんのヘビだけ。キャラの方くれって義勇さん。年取った義勇さん。年取ったら使えないでしょう。ラスト頼むぞって変な髪型鬼殺隊。爆死だよ。ガチャはやっぱり確定ガチャだね。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。